やってまいりました。これが2種のソースのオムライスです。さっぱりトマトソースとデミソース、こちらがトマトソース、こちらデミソースとなっております。はい、それじゃあ後からさっぱりするんで、こちらのデミソースから食べてみたいと思います。で、中はですね、はい、いきます。こんな感じですね。はい、見えますかね。こんな感じです。はい、じゃあちょっとデミソースをねかけていただきます。はい、普通にデミソースですけど、まあ濃厚というふうに言うほど濃厚でもないし、割とさっぱりした感じのデミソースを感じます。はい、現在花粉症で鼻が詰まって、ちょっと味覚があまり良くない状態の味を感じるので、割とねここ味がしっかりしてると思います。はい、美味しいです。うん、ちょっと、うん、ちょっとこのぐらいの雰囲気のソースで食べると、ちょっとガストで食べる凝ってるという感覚はちょっとなくなるかもしれませんね。ガストの新しいメニューの、2種のソースのオムライスです。はい、今度はこちらのさっぱりソース、さっぱりトマトソース食べてみます。はい、さっぱりしてます、うん、やはりね、僕、タイプですね、この感じは、デミだけで食べてもくどいし、このさっぱりソースだけでもちょっと淡白なんで、これ2種でね、やっぱ楽しめるのはちょっといいかもしれないですね。意外じゃないです、はい、ただ一つ、僕の、まあ、欲求というか、まあ、もうあと一つ言いたいのは、言うとしたらこの卵ですね。この卵はちょっとこの半熟タイプのこの、オムライス用でこれかけてある卵なんですけど、これもう少しふっくらした方が美味しいと思います。で、それができる技術がないんだったら、もう片焼き卵の方がオムライスに合うと思いますね。目的にはこれは、このぐらいの卵のレベルしか作れないんだったら、もう片焼きの方が僕は美味しいと思います。片焼き卵だったら最高だったなというね。こんな感じですね。はい。まあ、よくできたメニューだと思います。ガストの新メニュー。はい、皆さん一度お試しください。